はい、で作業スペースできたんで、じゃあちょっとこれを落とすんだけれども、はしご仕事が俺大嫌いなんだよ。どうなってんだ。とりあえず釘だ。あ、釘を斜めに打ってやってるくさいね。これ取れんのか。まあとりあえずやってみますか。はい、これはですね、まあこの回で、なかなか強敵だったこの屋根面のボタンですね、落とし終わりましたで、かなりこれ釘が効いてるんで、あのかなりしんどかったですね。ここ特にあれ、今木の、ね、あの10センチ×10センチ角の角材を置いたんですけど、その結構効かせる台を高いところにしないとして、結構効かせないとダメなんで、ダメだな。蜂の巣の温床になってしまう。かなり手こずってますね。これで、まあ、あとここの三角の屋根のこの何だろう、トタンとこのもともとの屋根のこのスペースですかね、ここにできたあの三角形のスペースなんですけど、ここはなんか蜂が好むんですよ。だから、まあ、かなり蜂の巣ができた跡があって、でここ結構ね働き蜂が来ます。なんでこれをちょっと撤去しておかないと、また蜂との戦いですね。だいぶ前っていうか、この家を買ったばっかりの時の動画なんですけど、まあ8月じゃなくて、まあ8月でも結構あのちっちゃいんですよ、蜂のあの巣が。やっぱり1ヶ月こっち東北なんで、季節が遅いっていうこともあって、働き蜂が飛び始めるのもそんなに早くはないんで、まあ女王蜂が1匹で作ったくらいの、まあソフトボールぐらいですか、あのスズメバチで言ったら、まあそれくらいの巣だから、あの落とせたんですけど、結構作られてますねこの家で。一番ひどかったのは納屋で、まあ 大小20個ぐらいかな、それぐらい蜂の巣は落としてます。これやっと屋根落ちましたね。でこれで屋根が落ちます。かなり釘効いてたんで、結構痛みましたね、固定してたところも、はい、まあなんとか落とせたんですけど、まあ中のあの1本はいいや、ちょっと残しておきます。はい、あー、じゃあどうしようかな。これ単管、ちょっと単管のプラス、まあ波トタンなのか、あれだな、カーポートっぽくしたいけど、波とかにすると雪がねどうにかなっちゃうから、まあなんか雨はしのげなくても、なんかビニールハウスのあのビニールだったり、あの防風ネットを屋根に使っちゃえばいいかなって思ってます。どうせこれ通年で暮らせない家だっていうのを分かったんで、まあそこら辺どうにかします。でなわけで、まああとはこれ、はい、ありがとうございました。まあこんな感じで、シェアハウス作りぼちぼち頑張ってるよい、バイバイ。